午11時、川田の温泉駅で下車。目的の寺と滝があるというクルソン山を案内板で探してみると、あった、クルソン山。聞いていた通り、しかし聞いていなかったのは16キロ。出た、16キロって遠いな、結構。何しろ桜井が鹿児島で池田湖まで頑張った距離でも14キロ、少々無理があるのでは。すると、だけなら飛べ、海なら潜れ、山なら登れ、迷ったら進め。意味はよくわからないが、何やらすごい勢いで山を目指し走り始めた。すると、男っぽいね、思った今回の旅は。しんどいけど、マジ男っぽいな。絶対男っぽい。何にアピールしてんの。マインドが違う。しかし、その気合のおかげか、滝を目指して2時間半、とうとう16キロの山道を登り切ってしまった。しかし、ようやくここが登山道の入り口。ここから歩きで、寺と滝を目指す。と、歩き出して間もなく。あ、音だ。川の音だ。あ、音が来た。次に。滝浴びれるっぽいな、なんか。やべ、ドキドキしてきた。これはいよいよ本当に滝とご対面か。ところが、そこに思わぬ文字が現れた。助成金制でありましたところ、ここをして参られよ。え？さらに、霊場って何？これまずそうだな。お腹のお寺は怖いね。怖い、本当に怖かった。よく考えてみれば、ここは人様の土地。どんなお寺かもわからないのに、勝手にうろうろして良いものなのか。果たしてその先には、何あれ、あそこにオレンジの光が2つある。常識的には引き返すところだが、なんか お堂かな、わかんないけど、すぐそこに、すげえ近い、多分。すいません、すいません、どこに注意ですか。と、いやー、行ってみる。すいません、夜分遅くに本当すいません。あの、修行、単刀直入に言いますと、男を磨きたいくて。こらこら。滝に打たれたくてここにやってきたんですけど。あ、カメラに気づいた。カメラの、大丈夫ですかね、撮ってても。テレビの番組の企画で、やってるんですけど。すいません、ヤボス君。まあ、
すいません、じゃあ失礼します。あ、上げてくれた。これ、こっちも怖かったけど、相手だって。だけど、びっくりしましたね。すいません。いや、今何なされてたんですか。瞑想してたんです。瞑想。人は修善寺の方とかにはいらっしゃらないんですか。今の時間はそれは寝てますよね。